はい、どうもカッパ園長です。さてと、じゃあこの動画ではね、日本のこの産地偽装の、だからまあ全然ありがたい話でも何でもない不愉快な話なんですけどもね、これどうでしょう、ご覧のあなたは最近アサリ食べました？アサリなんですよね、まあ、味噌汁とかね、っていう感じがどうなんだろう、一般的。あとなんかバターなんか炒めるとかそんな感じでしたっけ。でね、これなんかね、このアサリの産地偽装問題なんですけども、これ熊本で、いや中国から輸入した中国産のアサリが熊本産にこの化けるっていう、要はこの中国産のアサリを日本産と偽って、要は出荷される、市場に出回ってるっていう、そういうことが起きてるんですよね。で、このアサリの産地偽装について、なんかこのテレビで放送されたのかな、これね。で、これについてこの熊本県知事がね、なんか会見で刑事告発も視野に対応していくと述べたと。産地の偽装というのは生産者と消費者の信頼関係を破壊する犯罪行為であると強い怒りを覚えていると。で、この、まあ、テレビで報じられたアサリ産地偽装の実態を受け、強い口調で怒りをあらわにしたと。これ要はどういうふうに、この要はそのからくりですかね、中国産のアサリをね、この輸入するんですよ。で、それをこの例えば熊本県内のこの干潟に巻くんですよ。で、短期間で回収し、熊本産と偽って出荷するっていう、そういう実態があったって、これ聞いたことあります？すごくないですか？中国からアサリ輸入して、で、それをね、一旦この日本国内の、ね、だ今回は熊本県内の干潟に巻くんですよ。で、それをこのね、巻いてから回収したから、ね、いや、日本の干潟に巻いたんだから、ね、熊本産だと。は？って話でしょ。何言ってんのって。で、まあ、このね、熊本県知事、浦島知事であってるかな、が、もう県民の名誉を傷つけると、刑事告発も視野に県として徹底した取り組みを27日関係部局に指示したって言ってるんですよね。まあ、今後は厳しく取り締まるって言うんですけども、これ結局熊本でできなくなったらね、隣の別な県ね、このなんか九州がダメならじゃあ四国でとかさ、ね、場所が変わるだけだよね。いやこれひどいね。いや、こんなニュースね、この出てこなかったら多分知らずに食ってる人いっぱいいたと思いますよ。ねえ。まあ、スーパーでこの貝類を買ったことが僕はないんでわかんないですけども。まあ、多分手に取って、どこどこさん、多分見ると思うんですよ。ねえ、この魚とか、この貝とか、ね、この魚介類、ね、輸入もかなりあると思うんで、ねえ、どこどこさんかしら、みたいな。ねえ、ああ、国産の、ねえ、この北海道産とかさ、ねえ、この山口県のどこどこさんだとかって、ねえ、でも一方は、なんだろう、チリから輸入したやつ、ね、100円国産の方が高いけど、でもやっぱり国産の方があって買い物する人だっているわけでしょ。じゃあこのアサリもやっぱりそういう風に天秤かけてね、いや中国産よりもちょっと値は張るけれどもやっぱりこっちの方があって、熊本産だからって多分騙されて買っちゃった人いると思うんですよね。いや、これはもう絶対許したらダメだと思いますよ。で、まあ、なんか調べてみると、この日本のこのスーパーとかでね、この出回ってるアサリ、この熊本産、国産でこの熊本産っていうのがかなり多いみたいなんですよね。ほとんどそうみたいですよね。で、その熊本産が今回蓋開けてみたら中国産でしたっていう、そういうからくりなのかな。いやー、しかしこれ他のね、シジミとかさ、ハマグリとか他の貝類ってどうなってるんですかね。アサリに限定っていう、なんかそれはちょっと考えにくいんじゃないのかな。なんかさ、ねえ、どうなのかな。これ業者ね、この当然この中国から輸入してるやつがいますよね。で、それをこの産地偽装して熊本産と偽ってるやつがいるわけでしょ。これ本当にこの熊本産のアサリをさ、扱ってるね、このまあ、どうなんだろう、漁師さんとかこのね、この問屋さんとか、まあ業者さんですよね、がどの程度いて、どれぐらいの被害規模なのかちょっとよくわかんないですけども、しかしまあ今回のはどうやらこの産地偽装ね、やっていたのは日本国民らしい、日本人らしいんですけども、どうだろうな、場所九州でしょ。なんかまあちょっとね、偏見、まあもう独断と偏見であれですけどもね、なんかやっぱちょっと疑っちゃいますよね。まあ当然ね、日本人だって変なことするやつはすると思いますんで、残念な話ですけどもね。
まあでもなんかあれ、なんかこのアナゴだかウナギだかでもなんか似たようなことやってなかったっけね。うん、だから結局このね、アサリに限らず、だからもう日本の食もだいぶ脅かされてるってことですよね。うん、だから今回この明るみに出たのは本当やっぱり多分氷山の一角だと思うんですよ。だから結局このコストを抑えるためにね、この国産っていうだけでやっぱりこの高値で取引されるもんだから、うん、だからこう嘘ついて、そうだから結局やっぱり嘘つきが多いんだよな。なんでそういう風になりましたかね。あれだって昔は確かこのね、あの例えばアサリなんか堂々と、例えばこの北朝鮮産みたいな書かれて売られているのとかもあったわけですよね。でもそういうのもさね、やっぱり見る人が増えたから、気にする人が増えたから、国産にこだわる人が増えたから、うん、じゃあ超一丁っていう、そういうことでしょ。うん、いや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 、あれなんか、あれえ、もう昔から熊本産がほとんどだったでしたっけ。あれなんか愛知県産とかね、結構市場占有率も高いところがあったと思うんですけどもね。うん、なんかもうなんか騙して、まあもう真っ当な商売をさね、うん、する人がどん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 減ってきてるんですかね、これね。でもこれよく考えたら、これどうなんだろう、潮干狩りとかもさね、この夏とかになると、このなんか観光地っていうのかな、なんかその海水浴場とかなんかそういうのはあるじゃないですか。あれもなんか前の日にね、この巻いて埋めているとかっていうのはあるんですけども、あれはどうなの。でもあれもなんか国産のとか、そんななんか偽ってね、歌ってなんかそういう商売してるわけじゃないから、だから潮干狩りとかいう、このなんだろう、まあある意味この潮干狩りもさ、公然のこの泥棒してる奴らね、この中国人とかさ、外国人がね、うん、その、なんていうのかな、この禁止区域とかにもさ、平気で入ってって、あ、禁漁区っていうんだっけ、うん、なんかこうサザエとかさ、ね、このアワビとかさ、なんかそういうのこのかっぱらっていく奴らね、結構たま、ちょいちょいこのテレビに出ますけどもね、うん、ああいうのももっともっと大々的に報じてもらいたいですよね、うん。まあだからそういうのとなんか一緒に考えるのとは、まあ今回の件は違うと思いますけども、なんだろう、やっぱりな、仇じゃないんじゃないですかね。うん、なんか本当に日本人の、日本の企業の、日本の業者なのかなって、なんかちょっとやっぱその辺疑っちゃうよな。どうなんすかね。でもだんだんね、昔に比べたら日本国民同士もね、性善説が通用しなくなっちゃってるんで。でもこの漁協がさ、この反社のフロント企業化してるっていうパターンは昔からよくありますよね。てかむしろ漁協そのものがもう反社みたいなもんか。うんね、なんだっけ、一時ちょっと有名になっちゃった焼津漁協とか、あれなんかそんなのありませんでしたっけ。うん、ちょっとなんかこの辺もね、うん、なんかメス入れて、うん、海を出す必要があるような気がするんだけどもな。うん、だって自分がさ、ね、産地偽ったもん食わされて、しかも高い金払わされていたなんて知ったらさ、そうそうできねえと思うんだけどもな。なんかもう多分そういう感覚がだん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 薄れてきてるんでしょうね。なんかこうね、この今日取り上げたニュース、結構ほとんどみんなそうですけども、自分さえ良ければいいっていう考えの人が、やっぱり、多すぎるのかな。だからなんかこの、例えばなんかそのね、まあ持ちつ持たれつみたいな、なんかそのある種、お互いにこの、なんていうのかな、ね、余裕がなくなってくる。ね、自分さえ良ければってなったら他人を気遣うことなんか、まあまずしないと思いますし。だからこうね、騙された、ね、騙された方が悪い、ね、騙したもん勝ちみたいなさ、なんか嫌な世の中になってきましたね。うん。ということで、今回は、まあ、これ多分ね、じゃあ熊本さんは避けるかっていう、そういう方向に動いちゃいますよね。うん、きっちり取り締まってね、うん、だからもう二度となんかそういうね、この、業者が出てこないようにね、がっつり取り締まってもらいたいですけど、どうだろうな、アサリに限った話とは思えないんだよな。では今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。